どうして？不快です。今回の着払いはですね、こちらのケースをオープンしたいと思います。なんとサリちゃんのこのケースを着払いで皆様のもとにお送りしたいと思います。私のなのねえ、17,500円。あれ直で会ったことないんだ。サラちゃんごめんなさい。これがサラちゃんじゃないから怖くない。うるさい。はい、ということで、神父さんのマックです。お笑い芸人の彼女です。今回の動画は秘密にしていることや、暴露話があったら教えてくださいってことで暴露話を集めてみたい。はい、じゃあ行ってみましょう。もう紹介していくぜ。せーの、わなかのダンゴムシとアリをちっちゃい頃食べたことあります。文字でね、絵文字でシーってやってシーじゃねえのよ。ちょっと若干エチエチなのがね、多いわけですよ、暴露系は。 100% エロい。まあ、そういう系になっていく動画になります。よろしくお願いします。初体験、否認具なしで寮の食堂でしちゃった。どうすんの、食堂で誰か来たら。あ、お腹いっぱいだ。いや、その時間にはやらない。斉藤さんには言えないけど、マックめっちゃタイプ。ライバル現る。ティンティティン、ティンティティン。何の音？ティンティティン。元カレ好きすぎてホーム画面元カレにしてる。汗。未練残るタイプ？え、残らない。残ったことない。小3の時にうんこ漏らした。おめでとうございます。ちなみに僕はですね、緩和してる。緩和してんの？親に彼氏できたら内緒にしてます。やっぱりうちはそのインターナショナルだから、その結構彼氏とか彼女ができたらやっぱ言っちゃうのよね。その「Hey mom!」って「彼女ができた!え、本当に早く連れてきなさい!」っていう感じ。そうなんだ。伏せとかじゃないけどドキドキするじゃん。どういうこと？そんな、そういうことってドキドキするじゃん。あ、そうなの、うん、彼氏ができたけど、まあまあ、まあまあ、まあまあ、ちょっと何年もない。今日のご飯美味しかった。彼女はいいけど。彼女のパパ活に気づいてる。別れるのも時間の問題かなっていう話かもしれないよね。バイト先でココアの粉ぶちかましました。うお。え、誰こぼしたの？とか言って知らないふりしました。おー、やべやべ。え、誰これこぼしたの？誰？誰だ？いや、なんかすごくこぼれてた。ちょっととりあえず拭きますねみたいな、拭きますねみたいな。実は小さい頃うんち食べたことあります。やべえって。味はどうでしたか？いや、覚えてないよ、ね、誰にも言ってないけど、うん、いつも座らない理由、イボジ。あ、みんなおはよう。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 なんか今日も学校ね、あれだよね、うん、疲れたね。おはようなのに疲れてるの、うん、やっぱ朝起きてさ、来たから疲れちゃった。え、ちょっと座らないの？うん、いや、全然全然。あの、なんか椅子と相性悪いんだよね。元彼と付き合ってる時に元彼の友達とツイスターゲームでチュッ。で、元彼隣で爆睡。一番危険な。でも俺らその大学を経験してないから、なんかそういうちょっとツイスターゲームとかやったことないよね。ないね。同性の人が好きで好きでたまりません。いいじゃんな。いい、関係ないよ。めちゃめちゃいいじゃんか。いい、人間対人間ですから。君は何も気にせず君の思うままに恋愛しろて。好きな人がいることは素敵なことよ。本当にマジで隠してることなんですけど。分かった。わらかの毎回見てます。実はメンタルとても弱いです。時々冗談も本当に真に受けてしまいます。あー、わかるわかるわかる。なんかそのやっぱみんなが冗談だって言ってわかるけど、ちょっとその冗談の言葉をガチで捉えちゃうみたいな時あるよな、うん、え、なんかメンタル弱いとかじゃなくてピュアなんだと思う。笑い声がガチョウです。上司の説教を聞きながらおならをすかしたのは私です。あ、マジでさ、はい、しっかりやろう。ごめんなさい、本当に。はい、私が悪かったです。はい、すみませんでした。ちょっと次から本当気をつけようね。はい、うん、次から気をつけたいと思います。ちょっとなんか匂うな。
はい。似合うな。似合いますか。え、なんか、なんかした？いや、別に何もしないですっていうこと。ここだけの秘密、うん、マックより斉藤さん。おい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 。俺だろ一番はよ。ありがとうございます。おならかと思って力入れたらうんこ出てきちゃって、びっくりした。みんな出ちゃったやつで。出た。実は元彼8人だけど、今の彼氏に付き合うの3人目って伝えてます。まあね、でもここだけの話にしとこうね。そこね、ちょっと内緒にしとこうね。みんな仲いいって言われてる陽キャの友達、少しだけね、いや苦手なんだよね。学校で陽キャの方々がその騒いでる時に、その騒ぎてめっちゃ騒いでるけど、ふと我に返った時にちょっと辛いかなみたいな時はあるかもしれない。お母さんのお金でコーチの香水買いました。やっちゃうかー。あれやだ、え、ちょっとあんた、え、ちょっとあんた知らない？知らない。何？なんか何万か入ってたんだけど。知らない。知らない。知らないよ。なんか香り変えた。なんて香り変えた。あんた香り変えた。朝はね、コーチの香水買ったの。あ、そうなの。うん、使った。ん、私、ん、私のから使った。何？私のから使ってね。バレるやん。誰もが知ってるインフルエンサーに告白された。ここだけの話でいいんです。一旦連絡くれませんか。教えてください。あのマックスポーツがね、あの一応報道させていただきたいんで、斉藤文集も、斉藤文集一旦取材させていただいていいですか。マックが言ってた通りにスタバでほうじちミーチキャラメリークリーミーフラペチーニ頼んじゃった。頼んじったね。すいません、何にされますか。あ、そのほうじちミーチキャラメリーフラペチーニ。あ、ほうじちゃクリーム。あ、いや、ほうじちミーチキャラメリークリーミーフラペチーニ。あ、フチーニありますかね。すいません、その商品はちょっと当店ではあの取り扱いがないのですが。わかりました。じゃあほうじちをください。ほうじちをください。成人式の時トイレでシャー。ダメだ。ちょっとおしっこがつってこと。わあ、開いてるの。しかも終了。たくさんの暴露話をありがとうございました。わらかの。あとマック好きっていうのは全然あの言っていいからね。全然隠したい子がいっぱいいたよね。そう、俺が好きなの悪いことじゃないから。うん、い悪いものみたいになっちゃったから。はい、この動画が良かったなって思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。高評価、またストーリーとかで募集するので、ぜひインスタのフォローとかもお願いします。そうだよ、インスタでよく募集するからよろしくお願いしまして、 SNS のフォローお願いしまして。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。まっちゃねー。バイバーイ。顔洗ってないでしょ。洗った、洗ってないね。顔から臭い匂いするの。